皆さん、こんにちは。ジマです。今回もですね、動画ご視聴いただきまして、ありがとうございます。先日ですね、こんなご質問をいただきました。ジマさん、こんばんは、えー。いつもですね、動画見て勉強しております。とえー、今年、新しく D850 というカメラを購入予定なんですけども、うん、どう思いますかと。 で、高画素機のカメラがやっぱりいいんですかえー、D850、Z7II、えー、Z7、まあ、高画素機で比較されてるんでしょうね。どれがいいんですかであったり、えー、D850、高続機、えー、待った方がいいんですかねみたいなご質問ですね。で、高い買い物なので、ジマさんの、まあ、ご意見をいただけると心強いですというところです。で、いつもですね、私の回答、これ下側ですね、オレンジの方。いつもですね、ご視聴いただき、ありがとうございますと。えー、高画素機ですね、まあ、レンズ含めて、 トータル予算的にも、まあ、高い買い物にもなっちゃいますよねっていったところで一眼レフの高画素機としては D850 はやっぱり人気機種であって今でも売れているロングセラーのカメラになりますでその魅力を含めてですね、まあ、後日動画でお話しさせていただきますねというところ ですね。で、今回の動画見ていただいて得るメリットになります。D850 というカメラの魅力であったり、えー、特徴、まあ、スペック面を含めたところ、で、D850 と Z7 II の比較、まあ、一眼レフとミラーレスの比較も含めてですね。で、最新型と旧型のカメラで注目する点であったり、高画素機と、まあ、レンズ、画素ピッチの関係、あとは後続,、D、後続機の D880 は登場するのかであったり画像処理エンジンの世代の話ですね結果今 D850 を買うべきかどうかの判断材料を得るって言ったことが可能になるって言ったところになります今回もですねジマチューブスタートですジマチューブ。はい改めましてジマです今回もですね動画ご視聴いただきまして誠にありがとうございます このチャンネルですね、ご登録いただきますと、まあ、有料級の撮影知識っていったものをですね、学んでいただけますし、えー、写真のコミュニティ感っていったものをですね、コメント欄を通じてですね、えー、得ていただくことが可能になります。で、カメラ情報をですね、効率よく収集できますし、えー、試すことであったりとか、情報をですね、調べるなんかの手間と、まあ、時間の節約が可能になります。で、過去ですね、約200本ぐらい撮影ノウハウに関する動画っていったものを、えー、蓄積、ストックしておりますので、まあ、体系的にですね、知識を学んで 学ぶことが可能になりますのでぜひ、チャンネル登録、この機会にねよろしくお願いいたします。で、動画内なんかで学んでいただいたことであったりとか、気づき、まあ、お気軽にですねコメント欄に書いてもらえると嬉しく思います。ぜひですね、ご友人にもし D850 とか Z7、Z7II なんかの購入で悩まれている方がいらっしゃれば、もしかしたらこの動画がね役に立つかもしれないので、ぜひあのシェアしてもらえると嬉しく思います。で、そもそも D850、 どんなカメラなんて言ったところでシンプルに言っちゃうとニコンさんが出しているフルサイズ一眼レフカメラである。で歴史ある F マウントモデル。このねカメラのマウントの部分が F マウントという種類のものであると。 で、堅牢性、完成度が高い、まあニコンさんでよく言われるね、もう釘でも打てんちゃうかっていうぐらいの、まあ頑丈なカメラっていったところと、えー、高画素機ですね、えー、有効画素数4575万画素、これは高画素機の4000万画素台ですね。で、利面照射型であると。ニコンさん独自のね、記録色っていったところで、実物の私たちが見ているほんまの世界に近い色合い、 というところで、風景、人物、成形写真、なんでもござれというところですね。で発売当時、まあ、2017年の9月頃、えー、発売されてるんですけども、そこから発売されても、今でも結構価格がそこまでガンと大きく下がるようなことはなく、人気のロングセラー機種になります。発売当時はですね、まあ、40万円前後ぐらいでリリースされたんですけども、今はですね、だいたい2年経って30万円前後ぐらいに落ち着いているっていうのがあります。 と、セブンは2018年。 えー、ライバルキーとしてですね、ミラーレスの高画素キーとして Z7 っていったものが登場したんですけども、これが、えー、2018年の9月28日に発売されたんですね。z 7 i っていったものが、本当2、3週間前の、えー、z 7 i は12月のね、11日に発売されました。Z7 っていう2年前に登場した高画素機のミラーレスタイプの後続機になります。なので、ニコンの中で今高画素タイプっていうと、一眼レフの D850 であったり、 えー、ミラーレスタイプの Z7 であったり Z7II、えー。冒頭でね、ご質問者様が述べられていたような、まあ、3種類が、まあ、候補として上がってくるかなと。で、Z7 系列は現状ですね、30万円前後っていったところで、Z7I i の方に行くと、新しい方ですね、こっちは35万円前後になります。で、D 系列っていうものはですね、一眼レフ。なので D780、私が持っているこういうカメラであったりとか、D850 みたいなカメラは一眼レフ。 一眼レフで Z6 とか Z7 とか Z50 とか Z5 とかこういった Z 系列っていうものはニコンで言うとまあミラーレスにあたりますっていったところをちょっとね念頭に置いといてもらえるといいかなと思います価格面とかスペック、えー、操作性なんかを含めてですね一眼レフとミラーレスどちらにするのが自分に合っているのかっていったところをえ踏まえてですねお話聞いてもらえると嬉しく思います ざっくり言っちゃうとですね、じゃあさっきから一眼レフミラーレスとかわーわー言うてるけども、何がちゃうんって言ったところで、レフ機構があるかないかなんですよね。こうカメラを撮影するときに、こう覗き込んだときにですね、上の一眼レフ、このカメラは一眼レフタイプです。のときは、レンズ、光、こう通ってきます。上の図ですね。光通ってきて、ミラーが真ん中にあって、それを反射して、上にペンタプリズムっていう部分があって、そこを反射して、ここで覗いて、カシャッと撮るような。 形ですねミラーレスはこのミラーの部分がないんですね。なのでミラーレスです。なので、レンズを光が通ってきて、もセンサーで直接パシャーって撮っちゃうような印象があります。なので、必然的にミラーレスの方は、このミラー部分の機構というか部分っていうものを省略できるので、薄くできるっていった利点がありますね。で一眼レフとミラーレス。 まあ、違いって言ったところで見ていくと、一眼レフカメラの方はですね、レンズを通った光を、えー、まあカメラの中にはレフ機構で反射させて、光学ファインダーですね。 実物世界を見てるんですね。反射させて、私たちは実物世界を光学ファインダーで見て撮影すると。で、リアルタイムに、まあ、景色を見ながら撮影が可能になります。で、動的な被写体の撮影なので動くもの、スポーツであったりとか、電車であったりとか、飛行機であったりとか、野鳥であったりとか、まあ、動きが比較的多いもの、早いものに関しては、まあ、 強いかなとでレフ機構がある分ですねこの部分が分厚くなってしまいますよっていうのは仕方がない点で各メーカーはですねさまざまな機種がたくさん発売されていて、まあ、カメラの中でもですね一眼レフカメラというものは歴史が長いものになります 対してですね、ミラーレスカメラになるとレンズが捉えた景色っていうものを映像に変換してみるんですよね。なのでレンズをこう光が通ってきてセンサーが、えー、もうキャッチしたものをここの,あの液晶のところで見ながら撮れるので一眼レフはホワイトバランスであったりピクチャースタイルであったりいろ、えー、んな設定を加えて実際撮ってみないと ここで見えている、光学ファインダーで見えているものと、実際に記録できる写真っていったものに差が、ギャップが生まれるんですね。でも、ミラーレスの方は、もうそういった後付けをした状態のものが映し出されていることが多いので、もう液晶を見ながら仕上がりが確認した状態で撮影できるっていったところが大きいです。で、あとはですね、レフ機構を省略することができるので、薄く小型軽量が可能である。で、結果ですね、ショートフランジバックっていったものが実現可能になるので、 まで一眼レフでは難しかった明るさのレンズであったりとか、この後ろのね、光景のところが大きいレンズみたいなものをえ実現することが可能になるっていったところがありますので、一眼レフでちょっと制約がかかってたところが解放されたような印象ですね。ただ、センサーがむき出しなんですよね。一眼レフの方は上の図で言うと、右側が今回 DF を参考にさせてもらったんですけども、一眼レフであればミラーが間に入っているので、直接センサーにゴミが当たるってことはそうそうないんですね。この カメラの大事なセンサーの近くのところにゴミが入っていってえ、そこで写真を動か撮ってたりとかカメラを動かしてて、まあ、センサーに、ね、ゴミがついちゃうってことはあると思うんですけども、ミラーレスの方はもうセンサー直接剥き出しなので、レンズをガチャって付け替えるときにもうゴミ入っちゃうっていうところがあるので、この辺はね、注意してください。で、キャノンさんなんかは、 レンズ交換の時に、ここがね、カシャって、えー、蓋してくれるというか、閉じてくれたりする仕様だったりもするので、これはですね、ほんとキャノンさんのミラーレス、まあ、バリアングルもキャノンさんはすごいんですけども、こういった細かいところで、えー、一歩、2歩、ユーザーの、うーん、求めるところを、えー、満たしてくれているなっていう印象がありますね。で、D なん、 850か。850の特徴を今回お話ししていこうかなと思うんですけども、えー、高画素機としてですね、やっぱり順当に進化してきた800系統っていったものがあるんですね。800万台はやっぱりなんとなく高画素機として君臨していて、それの、えー、今回850というものになります。なので2017年、2、うん、3年前ぐらいに登場した800系統です。で、有効画素数はですね、4575、えー、万画素になります。で、解像力を生かすローパス フィルターレスっていったところで、これね、ローパスフィルターなんですかって思われた方は別の動画でね、私、ローパスフィルターについてもあの1本、10分、20分ぐらい喋ってる動画がありますので、ぜひね、この動画を見終わった後に、見終わった後にえ一緒にね、ローパスフィルターの動画見てもらえると嬉しく思います。で、高画素機はですね、ノイズに。 注意が必要になってくるんですね。これなんでっていうと、後でちょっと軽く触れるんですけども、注意が必要なんですけども、x p e e d 5というですね、画像処理エンジンというものがあって、これがですね、いい感じでカバーしてくれてるので、どちらかというと、ノイズに注意が必要なんだけども、そこまで神経質にならなくていい。画像処理エンジンがいい仕事をしてくれているという特徴があります。で、D5、まあ当時のね、この D850 がリリースされた時のフラグシップ機として、 えー、君臨するものがあるんですけども、それとはちょっと違う意味合いのもう一つのフラグシップ機実質フラグシップは、まあ、D の一桁っていったところで D5 とか、今であれば D6 っていったものが存在してるんですけども、まあ、この D850 ももう一つのフラグシップとして、まあ、考えてもいいんじゃないのかなって言ったところがあります。それぐらい、えー、位の高いといいますか、グレードの高いカメラになります。で、動き物であれば、高画素の800系統のこのカメラよりも、やっぱり D5 とか G6 の方が、 くすぐれているっていったところがあります。で、動かないものに、まあ、特化した印象が、この高画素機のカメラにはあるかなと思います。で、シャッター周りですね、シャッターショック、ガシャっていう時のね、シャッターショックの少ないものへ改善していたりとか、電子先膜の搭載なんかで気候ブレっていったものを抑えるように、細かいところで高画素機なんだけども、それをより快適に、えー、安心して使えるような気配りが優秀な機種といったところになります。 D850 の仕様について触れていくと、発売時期はですね、2017年の9月8、今がですね、2021年の1月になりますので、大体まあ2年半弱前ぐらいに登場した。 カメラになります、えー、センサーの方はですね、フルサイズの、まあ、FX フォーマット。ニコンはですね、フルサイズ、まあ、FX っていう形でね、こういった金色のものがくっついてるので FX フォーマットになります。有効画素数は4575万画素、えー。記録メディアは XQD というタイプと SD カードを、えー、組み合わせた2枚のダブルスロットタイプになります。UHS2、えー、SD の方はですね、対応しているので、高画素機、 なので写真を高画質で撮った時にどうしてもファイル容量といったものが大きくなるのでそれをですね高速に転送して書き込めるメディア側も高速である必要があるので XQD であったりとか SD の UHS2 の規格対応しているものになりますでシャッタースピードはですね8000まで 対応していて撮影速度の方ですねまあ、秒間7コマボディ単体で撮ることができますここにバッテリーグリップを付けるとちょっとね底上げされて9枚ぐらいだったかなえまで撮れるようになりますで、ISO 感度は、えー、64から25600まで常用として 対応が可能でオーートトフォーカスポイントは153点これはですね、今ミラーレスが結構台頭してきている中で490点とか270点とかが結構出てきているので、ん ?153 って少なくないと思われる方もいらっしゃるかなと思うんですけども、一眼レフの光学ファインダーの中ではこれ結構多い方です。50点とか、まあ、30点とかいう 一眼レフカメラも多くありますので、153点のオートフォーカスポイントっていうのはかなりですね、多い部類になります。で、モニターの方はですね、チルト式の3.2型、これタッチパネル対応ですね。で、236万ドットになります。撮影可能枚数は1840個まで、寸法はですね、ちょっと大きいです。えー、146×124×78.5 なので、だいたい15センチ ×12 センチ ×8 センチ。 というところでですねこれが結構まあ大きいかなとで重さもですねそこそこありますえー、だいろいんなバッテリーとか積んだ状態で 1kg ぐらいになりますねで本体のみであれば 915g ぐらいになりますで画像処理エンジンはですね1個前のフラグシップ機の D5 この D850 が登場した2017年当時のフラグシップ機と同じ XP5 っていったものが採用されています。で、それによってですね、演算種類の能力っていったものが高くて、高画素機独特の、まあ、大量な情報量っていったものを高速に処理することが可能になっています。なので、Z7 がですね、ミラーレスの 高画素機として登場して、2年前まで2018年ぐらいに登場した最新型である画像処理エンジンが x f i d の6を採用してるんですね。D850 が5なんですよ。なので、1世代 Z7、Z7I の方が画像処理エンジンとしては1世代上っていう形になります。で、Z7I はさらにその1世代上の XPEED の6という画像処理エンジンを2個搭載しているという。なので Z7 よりもより えー、快適にですね、まあ、撮影ができるっていったところがあります。ただ、そこまで Z7、Z7II でめちゃくちゃ高画質でめちゃくちゃ連写するとか、そういったところがなければ、そこまで体感としてはなかったりもするかなと思うんですけども、まあ、Z7II の XP6 の,の画像をするレンジが2機搭載されていることは、まあ、搭載されている方がもちろんいいことはいいので、ぜひですね、ここも差別化の一つとして捉えてもらえたらなと思いますね。で、個人的に気になる点。 ですね、先ほどの D850 の特徴であったり今使用面をお話しさせていただいて Z7、Z7II ていうミラーレスの高画素機のカメラがあるんだよっていうのを念頭においてお話ししている中で個人的に気になる点としては顔認識瞳オートフォーカスが必要なのかどうかっていったところですねこれは撮影をする対象が人物であればちょっと意識した方がいいのかなというふうには思います。逆に風景であったりとか え、まあ、鉄道であったりとか、そんなに瞳音フォーカスであったり、顔認識っていったものが使わないところであれば、あんまり意識しなくてもいいかなと。あとはですね、一眼レフであれば、光学ファインダーになりますので、こういった OVF で撮るか、えー、ミラーレスの方であれば、e、EVF、もしくはま、OLED という形ですね。こういった形で、左下のね、液晶、まあ、テレビが映されたような状態で撮るのか、右下のような、えー、現実世界を鏡で越しで、 反射させて見て取る。これどっちが好きなのかっていうところをまあ選ぶ必要があるかなと。あとは即拠点の数ですね。先ほどもお伝えしたように D850 は 153点なんですね。これ十分一眼レフの中では多いです。私 D780 を使ってるんですけども、50点ぐらいやったと思います。なので、めちゃくちゃ多いと思います。高額ファインダーの中では。ただ、Z7 系列っていうのはですね、493点もあるんですね。なので、端っこビヤーどこでもいけるっていったところがありますので、この即興点の数、まあ、オートフォーカスポイントっていったところで、まあ、ちょっと差が出ているか。 そこまで必要ないかな。私も真ん中でピン倒して真ん中でしか撮らんねんっていう方は特に多かろうが少なかろうがね、関係ないので、まあ、そこは安心してもらえたらなと思います。で、撮り方として、まあ頻繁なオートフォーカスポイントを変更するかどうかっていうのをご自身の撮影の仕方っていうのをちょっと考え直してもらって、というか、ちょっと思い出してもらって、どっちが合ってるのかなとか、 493点もある必要ないなって思われるとか、そういったところをですね、まあ、考えてもらえたらなと。で、撮影対象が次は動くものなのかどうかっていったところで、ボディ内テーブレ補正 D850 はないです。えー、Z7 系列はありますっていったところで、ボディ内テーブレ補正をどう求めるか。ただ、えー、動体撮影っていったところで、早く動くものっていうものはですね、どちらかというと、やっぱり一眼レフの方が、まだ軍配は上がるかなと。Z7 系列、ミラーレス含めて、 動くものに対して昔ほど苦手意識っていったものはもうなくなってきているかなとは思うんですけど、なんとなくま個人的に、体感的に一眼レフの方がパパッと撮れるかなっていう印象はありますね。で、撮影シーンっていったところで移動が多いかどうかですね。これはサイズと重さっていったところになります。D850 ですね。約1キロ。 Z7 系列はだいたい 700g ぐらいですね。D850 は大きさですね、先ほどお伝えした通り、146×124×78.5 になります。Z7 系列っていうのは約1 3 4 × 100×69.5 っていうところで D850 は 15cm、13cm、まあ、8cm ぐらいなのに対して Z7 系列、ミラー列の方は 14cm、10cm、7cm ぐらいなのでちょっと一回りぐらいキュッとちっちゃくなるような印象ですね。あとは、えー、マウント部分です。F マウント、Z マウントっていったところがありまして一眼レフの方は F マウントになります。このね、レンズのマウントの部分。Z マウント えー、Z シリーズ、Z6, Z7, Z5, Z50 なんかは、Z マウントというですね、このマウントの後傾のところがちょっと大きいやつになるんですね。なので、ここで特徴と、まあ予算感っていったところを考えて、Z マウントの方が、まあ新しい規格、マウント規格で、レンズも比較的新しい技術が施されているので、高品質ではあるんですね。ただ、ちょっと予算がかかるっていったところが必要になってきます。で、高画素器っていったものはですね、 レンズは妥協しない方がいいです。どちらかというとコスパ重視のカメラなんかであれば、レンズもコスパ重視のもので問題ないかなとは思うんですけども、高画素機の場合はですね、レンズがあまりよろしくないというか、そこまで高品質なものでない場合は、せっかくカメラ側をいいものを揃えたとしても、レンズ側で依存して画質があんまり 求めてたものほどではないかなっていう結果になってしまったりするので、こういったところは注意が必要になってきます。次はですね、今買うか悩みますよねっていう話です。えー、ニコンの高画素機なんですけども、高画素機欲しいなーって思った時に、 種類少ないんですよね。まあ、高画素機はどこのメーカーさんもそんなに種類は多くないかなと思うんですけども、D850 と Z7、Z7II が比較対象となるのはまあ必然かなと。で、価格面を考えますと、約2年半前の機種を30万円出して買うか、えー、最新型のミラーレス Z7I ですね。これを35万円出して買うか、旧型のミラーレス Z7 を同じ 30万円ぐらい、D850 と同じ30万円ぐらいで買うか。まあ、こういった比較をしてもらえるとよろしいかなと思います。えー、一眼レフとミラーレスはですね、いろいろ異なる点があるんですね。先ほど、まあ、仕組み的に異なるとこもあるし、特徴的にも機能的にも異なるところがあるので、自分の撮影スタイルにどちらが適しているのかっていうのをですね、総合的にちょっと考えてみてもらって判断するのがよろしいかなと思います。 次はですね、D880 カッコ仮は登場するのかって言ったところで、ちょっとね、有名膨らむ話をしようかなと思います。約2年半ぐらい前に登場したこの D850 という今回のね、主人公はですね、 発売当初から予約が殺到してたんですよね。で、今でも売れているロングヒットの機種になります。で、発売時期的にはですね、まだ少し早い気もするんですけども、まあ、画像処理エンジンの世代、先ほどお伝えしたようなものであったり、Z7、Z7II と、機能面でですね、結構引き離されている感があったりするんですよね。撮れることは撮れるけども、機能面で言うと、まあ、一眼レフとミラーレスの違いもあるんですけども、ちょっとね、まあ、引き離されている感が やっぱりあるかなと。で、そのギャップを埋める意味でも、一眼レフの高画素機の、高続機、高画素機の高続機っていったものは期待されています。D880 カッコ仮、みたいなものでね。まあ、どん、型番というか、名前、カメラの商品名がどれになるかはまだはっきりしないんですけども、結構ね、昨年頃からまあ噂されてて、D750、このカメラですね、の後継機 D780 が登場したぞ。 次 D850 の後続機やろうっていう形でね、昨年頃から結構まあ騒がれてはいるんですけども、ニコンはですね、一眼レフカメラの指示派であったりとか、F マウント所有者、私を含めてですね、あの、多くいるので、やっぱ F マウントの新しいカメラっていうのはかなり期待されてるんですね。私自身ぶっちゃけてしまうと、F マウントのミラーレスのなんか Z5 みたいなの出してもらえるとめっちゃ嬉しいです。Z5 とか Z6 あたりのグレードで、 F マウント。F2Z かませずに F マウントで使える、えー、カメラが出てくると一番嬉しかったりします。これ余談です。はい。で、ちなみに D750 の後続機 D780 ですね。約5年半ぶりに登場しました。結構待ちましたよ。私5年半持ちましたもん。D750 買う別にソニーさんに乗り換えることだったり、キャノンさんに乗り換えることも考えましたけども、結局のところ、まあ予算面もあるんですけども、750でまあ十分 り続続けけれるなってていいたたところで使い続けてましたで画像処理エンジンはですねこの D780 に変わって XFeed の4から6にぐんと2世代分上がったんですよね。であとはまあ利ン照射型であったりとかこのハイブリッドオートフォーカスが 液晶部分、ライブビューのところで搭載されたところで、私は購入を決意しました。この Z6 の魅力であったりとか、ちょっと一個上のね、D850 の部分的なところ、まあ、アルゴリズム的なところを搭載した、この D780 っていうハイブリッドな一眼レフカメラが私にとってはちょうど良かったんですけども、D880 カッコ仮、D850 の航続機が出るんであれば、これもですね、ちょっと感動的な、 進化っていったものを遂げてほしいなっていうところをかなり期待しております。なので他社さんがミラーレスってガンガンガンとね、進んでいる中でニコンさんはミラーレスももちろん出すし一眼レフももちろん出す。で、その中で一眼レフはちょっとずつミラーレスの良さっていったものを搭載してハイブリッド一眼レフとして進化を遂げてほしいかなっていうのは個人的にはちょっと思いますね。まあ、F マウント持っているっていうところもあるんでね。で、この動画を今ですね、ご視聴いただいている方々の中にはですね、高画素機を買えば ええんやろであったりとか30万もする高いカメラ交点やからまあええやろって言ったところで高画素機やし30万もするカメラやねんから高画質で撮れるんやろって言ったところがお考えの方もいらっしゃるかなと思いますただ実はですね高画素機イコール高画質 とは限らないというところがありますので大切なことなのでこのねガソフィッチとレンズ品質の関係っていったところを少しお話ししていこうかなと思います写真はですね光の情報がレンズを通してカメラ本体のセンサー部分に届いてカシャンと記録するものになりますなのでセンサーをいくらこっち側ねボディ側カメラの本体側よくしても光が通ってくるレンズの質っていったものがいまいちだといわゆる いまいちな光の情報がセンサーに届いて、それを撮ってることになっちゃうんですね。なので、撮れる写真がレンズの品質に依存してしまうという現象ができてしまうんです。で、センサーがですね、次のスライドいってます。そこまで 高画素タイプではないのなら通常のレンズでも問題ないです。なんで私みたいなね D780、ね、とかのガ素フィッチがそこまでキッズキズじゃないタイプであればコストパフォーマンスの高い、えー、マキエレンズなんかでも問題ないんですけどもセンサーが高画素タイプ、えー、今回の D850 であったり Z7 であったり Z7II のようなカメラの場合は 高画素でも任せてくれ。えー、めっちゃ、えー、光の情報を届けんでっていう自信ある高品質な、えー、グレードの高いレンズっていったものを選ぶことで最大限の画質を得れるようになります。で、高画質なレンズっていうと、まあ、第三元レンズであったりね、あの、俗入 F2.8 投資のズームレンズであったり、F1.4、F1.2 の単焦点シリーズであったりとか、 Z マウントの S ラインシリーズみたいなものが、ま、高品質なものとして、ま、存在するかなと思います。で、コストパフォーマンスのいいマキエレンズなんかでも撮れることは撮れるんですよ。もちろん、あのー、センサーに光の情報さえ届いてパシャって撮れれば撮れるので、まあ、シャッターさえ切れたらね、書き込める状態なので、撮れることは撮れるんですけども、せっかくね、D850 みたいないいカメラを30万円以上のお金出して買うんやったら、 ちゃんと撮れる組み合わせで撮ろうやっていうのを私は、えー、推奨しているものになりますあとはですねまあブレなんかのなどに注意するなんかの撮り方っていったところも重要になってくるので、まあ、高画素独特の癖っていったものを知ることが、まあ、大切になってくるかなと思いますでどういったレンズが、まあ、高品質高画質っていったものになるのっていう時に例えばこの上の3本ですね 第3弦レンズ1424であったり2470であったり72%の F2.8 の、えー、投資のレンズですね。で、真ん中で言うと 58mm であったり 105mm の F1.4 シリーズの単焦点レンズであったり、Z マウントで行くと、えー、最近、まあ、リリースされた F1.2 の S ラインシリーズの Z マウントのレンズっていったものが該当します。で、レンズ構成図なんかを見てもらうと、非球面レンズであったりとか ED レンズであったりとか、 えー、例えば、第三元の Z マウントのものであれば、えー、もっとですね、いいレンズ、まあ、グレードの高いガラスを使ったレンズっていったものがございますので、こういったものが高画素タイプのカメラを使うときには、選ぶべきレンズとして、まあ、対象になってくるかなと思います。次はですね、レンズの解像力と、えー、画素ピッチの、まあ、関係っていったところで、センサーサイズが小さくなる。フルス 中盤フルサイズ APS-C マイクロフォーサーズとね、他の動画でもね、センサーサイズのところ触れてるので、今のところ、んなんか早くわからんこといろいろ言うたけど、何それって思われた方は、ちょっとセンサーサイズの話ね、別の動画で語っているんで、6万回ぐらい再生されてるやつがあるので、それね、見てもらえたらなと思うんですけども、センサーサイズが、まあ、中盤フルサイズ APS-C マイクロフォーサーズでどんどん小さくなっていくにつれて、または えー、センサーサイズに対して高画素化。なので今回でいうフルサイズで、えー、4500万画素みたいな高画素化すると画素ピッチっていうものがですね、狭くなってキツキツになるんですよ。なので下でちょっとこのカピパラでちょっとサンプルを作ってみたんですけども、例えばフルサイズのセンサーに対して2000万画素ぐらい,ぐらいやったら画素ピッチって結構広いんですよね。1個のマスの余裕があるんですよ。ただ、 同じフルサイズの中に逆に2000万画素ぐらいでちょうどええなと思ってたところに4500万画素をっッと詰め込んだら画素ピッチが一個一個が狭くなるんですね。まあその分あの細かく記録することができるといったところはあるんですけどもこういった画素ピッチがキュッと狭くなる右下のようなキュッと狭くなるとレンズが改造した情報を まあ、受け止めることができなくなってしまってぼやっとなってしまうんですよねで高画素機のメリットとしては解像力が高いことなんですけども品質が、まあ、いまいちなレンズを使ってしまうと逆にこういったところが画質劣化の要因になってしまうので えー、注意が必要になります。なので、ガスピッチが狭い状態なのであれば、レンズがしっかり解像力の高いものを使って、正しい情報、鮮明な情報をセンサーに届けれるようにする必要があるというところですね。で、ガスピッチが逆にね、左下のように、こういったカメラのように広いと、多くの光っていったものを一つのガスピッチでドーンと受け止めることができるので、まあ、そこそこのレンズでも、まあ、OK ですよというところになってきます。 高画素機にはですね、まあ高品質なレンズが必要ですよって話で、高画素機の線引きってどうなんっていうところがあって正直難しいかなと思います。メーカーさんとか、まあその写真の機材的に高画素機は何万画素からやとか、センサーサイズ何センチに対して何万画素やみたいななんか割合細かいのはあるかもしれないんですけども、まあ個人的に APS-C であれば2000万画素以上、 えー、フルサイズであれば4000万画素以上であれば画素ピッチちょっときついかなっていうふうに個人的には思います。で、画素ピッチが狭い場合ですね、きついかなっていうのは狭いっていうところですね。高品質なレンズでないと本領発揮しにくいといったところがありますなのでセンサーの大きさに対して画素に余裕があるか、えー、きつきつじゃないのかっていうのを判断してもらえたらなと。で、今ですね、ニコンの D シリーズですね、一眼レフの APS-C フルサイズで、見たときに、例えば D3000 系統、5000系統、7000系統なんかであると、上から行くとですね、まあ2400万画素っていったものが続いていて、それがセンサーサイズの APS-C に対して2400万画素なので、まあ画素ピッチとしては2000万画素以上なので、ちょっと狭いかなーっていったところで、可能であれば、 3000系統、5000系統とか7000系統でカメラ本体の価格を抑えたんやからレンズも価格を抑えようと思われると思うんですけども可能であればボディの価格を抑えた分レンズにちょっとええもん使ってもらう方がよろしいかなというふうには思いますね。で、次に D500。 であったりとか、D850 のようなですね、APS-C フルサイズの中でもまあ、ガソピッチっていったものが狭いものになってくると、えー、必要っていったところで高品質なレンズが必要になりますで D850 と D500 っていうのは結構まあね、似ているところはあるんですけどもセンサーサイズとしてはそれぞれ APS-C とフルサイズが違うっていったところは注意点としてあるのでご注意ください。 D780 ですね。このカメラ、フルサイズ2450万画素。まあ画素ピッチどっちかっていうと、うん、まあヒロインちゃうかなと思います。フルサイズで2000万画素台やったら、まあ対応できるというか耐えれるやろうっていう個人的な感覚ですねで。高品質なレンズはもちろん、高品質なレンズの方がもちろんいいには決まってるんですけども、まあ普通のレンズでも問題なく、えー、まあ受講できるんじゃないのかなっていうところが。 ありますで、D6 ですね。2082万画素と、実はこの中で一番少ない数になってますね。ここに DF なんで入ってないねっていうのは、ちょっと、えー、ご勘弁くださいね。DF はちょっと、ジャンルというか、立ち位置というか、役割がちゃうかなと思ったんで、ここには入れませんでした。えー、D6 はですね、まあ、フルサイズで2082万画素で画素ピッチは広いっていったところで、まあ、高画素レンズっていったものは、もちろん、 必要というか、そっち使った方がいいんですけども、まあ無理に揃える必要はないかなっていったところはあります。まあここはね、どちらかというと、オリンピックなんかをま対象にした動くものを可能な限り画質よく、えー、スピーディーに連写で撮れるっていったところが目的になってくる。どっちかというと、まあ D500 のような位置づけのフルサイズになってくるかなと思いますので、こういったところはですね、まあ画素、有効画素数を高くするよりかは、それをちょっと下げてでも他のところで プラスアルファのメリットというか特徴というかいい味を出してくれるようなカメラになっているのかなと思います。とですね、いろいろまあ30分ぐらいかないろいろお伝えしてきたんですけども個人的に今すぐ高画素のカメラっていったものが必要なのであれば D850 か Z7 まあ撮影対象とか機能含めて選ぶかなと思います。個人的に今すぐ高画素のカメラ欲しいなと思った時はですよ。 ただ、もし、私みたいに F マウントの資産がいっぱいある。これどうしよう。であったりとか、D850 にしようかなって思ってるんであれば、まあ850選ぶと思います。で、逆に F マウントの資産がないんであれば、もう今後のことを考えても、Z7 を選んだらいいかなと。まあもしくは z 7ツーね、選んでもらえると、5万の差でしかないんでね、Z7 はそこまで価格っていったものが落ちなかったので、 2年経ってもですね Z7II の方がまあ、結構パワーアップされてるので、デュアルスロットにも上がってるし、XP d 6の2機搭載っていたところもあるので、5枚ぐらいの差やったら、もう Z7II にしてもええんちゃうかなっていう風には、個人的には思います。またはですね、まあ、F マウントの資産を持って貼るんであれば、F2Z を使用して、Z 系列、少しずつまあ移行していくっていうことを考えるかなと。逆に今に今すで カメラを持ってて私みたいにね、カメラ持ってて、高画素カメラ、いつか欲しいな、4500万画素、憧れるな、みたいな形で、まあ、いつか欲しいな、ぐらいの熱量であれば、D880 カッコ仮を、まあ、登場待つ方がよろしいかなと思います。もし、D880 が登場したら、D850 は今よりも価格は下がるでしょうし、 ちょっとねあんまり進めれないんですけども中古市場にも、まあ、ボディ単体っていったものが流れてくるかなと思いますで Z7 とか Z7II とのいい比較やっと Z7Z7II と一眼レフの高画素モデルっていうものを比較できるようなものになる今結構世代が離れてるんで比較しようにもうそりゃしゃあないでしょう負けちゃうでしょうっていったところがあるんですけども Z7II ミラーレスで高画素として出てきた じゃあ一眼レフ側で高画素として出てきたんでこれで比較してどっち買おうかなっていうのができるかなと思います。あとはレンズ周りをですね、まあ、F マウントで揃えるのか Z マウントで揃えるのか、まあ、どっちで揃えていくんですかって言ったところですね。なのでこれを踏まえても Z シリーズミラーレスの F マウント版出てほしいなって思いますね。個人的にはカメラ買う時に、えー、パソコン選ぶみたいに。 ハードディスクしますか ?SSD にしますかメモリ何ギガにしますかみたいな形で、バッファメモリ、どれ、松竹倍があって、どれにしますかであって、ハードディスクと SSDL みたいな形でね、マウントのところ、あ、どっちかっていうとそうやない。USB-C なのか、サンダーボルトなのか、まあ、HDMI なのか、 DVI なのかみたいな形で端子をどれにしますかみたいな形でね、この F マウントなのか、Z マウントどっちにしますかみたいな形で、Z マウントでちょっとカスタマイズしてオーダーできるようなカメラができると、一番私は嬉しく。 思いますね。まあ高い買い物なんですよ、カメラっていうのは。なので高い買い物なので、後悔しないような選び方をしてもらえたらなと思います。今回はですね、D850、えー、今買うべきかどうですかって言ったご質問からですね、D850 の特徴であったり、まあ使用面、そして Z7 と比較してどういったものを 念頭において検討されたらいいのかっていうところをお話しさせていただきました。えー、こんな形でですね、このチャンネルでは撮影技術とかカメラに関することを中心にですね、配信しておりますので、初めての方はぜひ、ぜひ、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。またね。